それでは、早速ですけれども、講義に入りたいと思います。申し遅れました。私はこの健康総合科学科にある14の教室のうちの1つ、家族看護学教室というところで講師をしています、佐藤優と申します。それからもう一方講義をしてくれる先生なんですけれども、こちらは保健管理学教室というところで助教している中澤英介先生です。よろしくお願いします。最初に皆様にお願いがありまして、この模擬講義、皆様がどうして関心を持っていらっしゃったのかということに私たちも関心がありますので、ぜひお手元に配っているアンケートに回答して、でお帰りの際に出していってくださるようにお願いいたします。それではこの模擬講義を行う健康総合科学科についてまず説明したいと思います。東京大学医学部には2つの学科がありまして、医学科はご存知理科3類から進学して医学を学んで医師国家試験受験資格を得る、そういう学科です。健康総合科学科は文化1類、文化2類、文化3類、理科1類、理科2類、理科3類、どの学科からでも進学可能な学科です。で、文系理系を通っていない理由としては、健康総合科学の目標が宮園先生もおっしゃった通り人間の健康であって、そのためには医学や生物学だけではなく心理学や社会学なんかも含めてあらゆるアプローチが必要となるために分離を通っておりません。で、学校を卒業した後、卒業生は WHO ですとか行政機関ですとか、あとは病院の管理者、それから私たちのように研究者など、学科で学んだ医療と人間科学ですね、人間科学を用いて社会に貢献していくような仕事についています。で、今日の講義では部分的なことしかご紹介できないので、もし全体像についてもっと知りたい方ですとか、それから病気を診断して治すということ以上の医学について知りたい方は、ぜひチラシがお手元にあると思うんですけども、この本をご覧ください。先月末に発刊されたばかりなんですが、大学 1,2 年生もしくは優秀な高校生の方が理解できるような内容をトピックスを紹介している本です。人が健やかに生きるために必要なのは、それから人間社会が健全に発展していくために必要なのは、単に病気を予防したり治療したりするだけではなくて、いくら細胞や遺伝子や病気を実験動物の上でコントロールできたとしても、実際の現実社会で生きる人間の上でコントロールできるかというのはまたうまくいかない場合が多いんですね。で、実際の現実世界に生きている人間において、実際に人の健康をいかに支えるか、そういうことを現実の人間に予防法や治療法を届ける、どうやって届けるかということを科学的に明らかにしていくのが健康総合科学でございます。そこで今日の講義の内容に移るんですけれども、今日の模擬講義のテーマは家族と病という意味です。病気の治療を現実の患者さんのもとに届けるということを考える上では、その患者さん、つまり人間についてよくさまざまな見方を知る必要があります。現実の患者さんは病気に対する考え方やそれまで生きてきた心情、生活背景なんかが一人一人異なります。で、医師にとっては病気を治すことが目的ですけれども、患者さんにとっては病気を治すことは目的じゃなくて手段です。生活していくための手段として、学校や会社や地域社会の中で生活するために病気を治したり、あるいはうまく病気と付き合っていったりするんですね。なので、ある病気に対して有効な予防法や治療法を実際の人間、患者さんに届けるためにはどういうふうにすればいいか、生物学的なことだけではなくて、さまざまなことを考える必要があります。このスライドに出しているのは、私たち健康総合科学科の講義科目のうち、特に今日の講義に関連する部分です。もし今日の講義に関心を持っていただけた方は、こういったキーワードで調べてみていただいても、もっと深く知ることができるかなというふうに思います。それでは前置きが長くなりましたけれども、今日の流れを説明します。まず中澤先生から終末期医療の倫理とファミリーコンセントというお話をします。その後、グループワークとして、ある家族の事情という DVD を見ていただいた後に、皆様でいろんな考えを共有したり話し合ってもらいます。そして最後に私佐藤の方からどうする子どもへの病気説明という講義をいたします。それではよろしいでしょうか。では中澤先生、よろしくお願いいたします。はい、皆さん改めまして、こんにちは。こんにちは。暑いですね。この教室もですね、人数いっぱい来ていただきまして、暑くですねなっておりますけれども、ぜひ25分間ほどですかね、今から私終末期医療の倫理とファミリーコンセントというですね、タイトルで、お話しさせていただきたいと思います。
いわば倫理が問題になるですね、人の性の一番最後の時の話をするということになりますので、もちろん普段からですね、あまりそれについてあんまりこう十分に考えていらっしゃるという方はそれほど多くないかなと思いますけれども、せっかく の機会ですので、今日ですね、少し自分が、人は全員死にますから、人が私たちがですね死ぬ時のこと、そして、親しい人たちがお亡くなりになることで、その時に私たちがどのように振る舞うかということ、そういったことを考えてみたいと思うわけです。目標がございます。今から25分間でインフォームドコンセントとですね、治療に関する患者さんの自己決定で、そこで家族が果たす役割について考えたいと思います。その前にほんのちょっとだけ倫理、ね、って何なのかって話をしたいと思います。皆さん、高校生の方多いと思いますけれども、高校の倫理、ね、時間あると思います。そこでは、ソクラテスとかですね、プラトン、どんなことを言ったとか、孔子、孟子、荘子、どんなことを言った、ね、学ぶ時間があると思います。私たちそういったですね倫理に関する研究をしているわけでありまして、倫理とは何か難しいんですけどもね、昨日改めて倫理とは何かということについて考える機会がありまして、それ何と思ったかというとですね、いろいろな括りはあるんですけども、倫理っていうのはですね、私たちが社会の仕組みを作りますよね、作っていかなくちゃいけない話し合いながらと、でもそれって法律じゃないかと、法律があれば倫理はいらないんじゃないかと、じゃあそう思ったんです。でも倫理ってどこで必要かっていうと、じゃあどういった法律を作っていくのがいいのか、じゃあどういった仕方で話し合いをしていくのがいいのか、どういうふうにしたら私たちのですね生が終わるという時、終末期においてどういったルールを作っていくと私たちは納得できるのかということを考えるのが倫理だというふうに思うわけですね。そんなことも含めてですね、いわば法律がどうなっているのかですとか、そういったこととは別にですね、じゃあ本当にじゃあどういった法律を作っていきたいのか、どういった決め事を作っていきたいのか、じゃあそもそも法律が必要なのかっていうところから考える、これが倫理の役割です。今日は終末期に関してそういった根本的にですね、なところから考えてみたいと思っています。さて、インフォームドコンセント、この言葉はこの医療倫理という分野ですけれどもにおいてよく使われます。インフォームドと書いてあるくらいですから、情報が与えられたという意味ですね。でコンセントということですが、同意ということです。皆さんインフォームドコンセント、ね、聞いたことがあるかと思います。読みますと、医療が提供される前にですね、医療者は患者に対してその医療のベネフィット、その医療を行ってどのくらいの良さがあるのか、そのリスク危険があるのかについて十分な説明を行いまして、ここがインフォームドのところですね。その患者さんはその説明を理解した上で同意する必要があると、そういった医療倫理学におけるですね、医療倫理における原則です。皆さん現代人ですからね、この当たり前のことなんじゃないかって思ってらっしゃいませんか、ね、そんなことないですか、当たり前のことを言ってるんじゃないかと思いますか思いませんか、びっくりしちゃいました、すいません、びっくりしちゃいましたね、申し訳ないです。あれなんですよ、今の、ね、こう常識っていうのがどこにあるのかっていうのはね、本当難しいんですけれども、今の感覚から言うとですよ、30年前の感覚さいざ知らずですね、今の感覚から言えばですね、この病院に行ってなんか説明を受けるのは当たり前なんじゃないかと、で説明しないでですね、何かしら医療行為を行うなんてことは考えられない、ね、そんなふうになって思う方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。そういった方は相当先進的、ね、なわけです。アバンギャルドってやつですね、はい、でなんですけどもね、日本においてもですね、世界においてもなんですけれども、こうしたですね、
こうしたちょっと下が切れてて申し訳ないんですけども、こうしたインフォームドコンセントのですね原則が確立してきたっていうのはですね、20世紀を通じてこうしたインフォームドコンセントのですね原則が確立してきたわけです。ここに最高裁の判例ってありますけれども、昭和56年ですね、今から35年ほど前になりますが、このような裁判がありました。自転車に乗っていて転倒してしまって後頭部の頭蓋骨陥没骨折を負ってしまった患者さん、10歳の男の子の脳から骨片をですね、取り出す手術中に、出血多量による心不全で死亡してしまったという、そういった医療事故ですね。はい。で、この時にですね、この手術の際に、本当にですね、死亡するような危険性を持っているのかということをですね、十分に医療者側はですね、患者さんに説明していなかったといった事例でございます。で、最高裁の判決ですね、示されたのは、医師には手術の内容及びこれに伴う危険性を患者さんまたはその法廷代理人に対して説明する義務があると、そのようにあって判決を下しました。こうしたですね裁判例が積み重なって、そして医療におけるインフォームドコンセントの原則が確立してきたわけであります。しかしですね、こうしたインフォームドコンセントというのはどういった時にじゃあ問題になるのかっていうと、それができない時に問題になるんですね。インフォームドコンセントができない時、その時に医療行為を行わなければならない時、そこに難しさが出てくるわけです。じゃあどういった場合なのかと申しますと、もう緊急の場合ですね。はい、もうこの医療的処置をしなければ命が危ないといったような緊急の場合、その場合は患者さんに、ね、もう意識がなくなっていらっしゃる患者さんにやっていいですかなんて聞かないわけです。そういった場合はしょうがない。またこれも緊急の場合というのはこういったことですね、交通事故で意識不明の場合、あとはですね、精神疾患の患者さんがいらっしゃいまして、例えば認知症の患者さんを考えてみましょう。認知症でですね、判断能力というんでしょうか、自分のことについて、何かしら判断することができない、自分が今どこにいるのかも分からないといったような状態になってくるとき、そういったときにはインフォームドコンセントはその患者さんに対して行うことは、インフォームドコンセントをですね患者さんからいただくことはできないわけです。また生まれたばっかりの赤ちゃん、当たり前のことですけれども、赤ちゃんからインフォームドコンセントを取ることはできません。例えばあとはですね、末期のがんの患者さんですね、で意識レベルが低下してきて、うなされているようなですね状態になっているとき、こういったときにもインフォームドコンセントはいただくことができないわけです。往々にしてですね、こうしたインフォームドコンセントが不可能なときっていうのはですね、往々にして生死に関わる場合ということが多くなってまいります。こういった場合にこそ家族の役割が重要になってくると考えられるわけです。どういうことかというと、自分の兄弟が交通事故ですね、意識不明の状態になってしまう、救急車で運ばれてしまった、そうした時に自分のお兄さんお姉さんのことをですね、どういう医療をしてほしいのかということを代わりに考えることが必要なわけです。また認知症のおじいちゃんおばあちゃんいらっしゃいましたら、家族が認知症のおじいちゃんおばあちゃん、これからどういうふうにやって病院で過ごしていこうかということを考えなければなりません。新生児で重い疾患があった場合、治療についてはお父さんお母さん考えなくちゃいけない。また癌でもうお亡くなりそうになりそうな、いわゆる終末期にあるような患者さん、ご家族いらっしゃいましたら、そのお子さんにその意思決定の責任っていうんでしょうかね、責務というものは
重くかかってくるわけです。そこで私たちはそれどういった仕方でその患者さんの医療を決めていくのかどうかということが問題になってくるわけですね。このようにしてですね、特に終末期、終末期というのはまあいろいろなあの定義の仕方があるんですけれども、いわばすでにですね、死が差し迫っていてそれを避けがたい状態にあると、まあ、そのように見なされる段階と考えていただければと思います。終末期、一番と家族が悩むのが終末期にあるわけです。終末期ですから多くの患者さんはもう意識がなくなっているかもしれない、あるいは自分のことを判断できないような状態になっているかもしれない。そういった時に患者さんが、すなわち私たちの家族がどのような医療を望むのか、まあ、2つ典型的な選択肢を挙げましょう。一つは徹底的に延命をするのか、あるいはある程度命が短くなると予想されたとしても生活の質、人生の質の方を選ぶのか、どちらの判断をしたらいいのかということが問題になってくるわけです。そこで、まあ、いろいろな時代的な背景もありまして、現在では厚生労働省からですね、この終末期の意思決定に関するプロセスのガイドラインというのが出されております。で、この終末期に関するですね、意思決定プロセスガイドラインというものはですね、主に治療の中止差し控えに関するものですね。典型的にはどういったことを想像すればいいのかというと、すでに、死が避けられない状態において人工呼吸器に、つながれている患者さんの人工呼吸器の中止を判断するためにはどのようなプロセスが減るとそれが倫理的に妥当なのかといったことが、重要なポイントになってまいります。一応終末期の医療、これプロセスガイドラインこれ定められておりますけれども、これは法律ではありません。これを法律にするかどうかということも議論があります。私たちの生や死について法律で決めてもいいのかどうかということすら議論になっています。ただ一応こういった方針でいきましょうという今のところのプロセスガイドラインというのはこういったところになります。何？基本的な精神、どのようなプロセスを経て治療の中止という決定に至ったかを重視しましょうですね。どの時点であれば治療を中止することが許されるかを述べた確一的なルールではありませんというのがあります。これが基本的な精神ですね。でその後でいくつかの催促がありますので、なかなかこんなのね、プロセスガイドラインでこれネットでインターネットで見れるんですけどもね、見たことある方少ないんじゃないかと思います。今日人生初めての経験かもしれませんのでね、ちょっと見てみましょう。ありますか？見たことなかったですか？まずですね、 A 方針決定はチームで取り組む、一人で決めちゃいけませんね、医療者が勝手に決めちゃいけませんということでもあります。終末期医療およびケアの更新決定は患者の意思決定を基本とし、つまり患者さんご本人の意思決定を基本とし他専門職種の医療従事者から構成される医療ケアチームとして行いましょうとですね。みんなで話し合って決めましょう。でも一番大切なのは患者さんの意思です。患者さんの意思、患者さんがどう思っているのか、ご本人がどう思っているのかが一番重要だと。皆さん、このですね、終末期の話をしていくとですね、今日やはり家族のコンセント、ファミリーコンセントの話をさせていただいていますので、ついついですね、家族の方にやっぱり話がいくんですけども、やっぱりもう一回立ち止まってですね、基本は患者の意思っていうものが非常に重要だということは押さえておかなければなりません。私たちのですね、生の終わり方を自分たちで決める、自分自身で決める、それがいわば権利であり、それがやはり社会から求められている、いわば社会人としての責任なのだということも言えると思います。じゃあ患者さんの意思が確認できる場合の手続きで、これは患者さん十分な話し合いを行う、で十分な話し合いを行って患者さんが意思決定を行ってその合意内容を文書にまとめておく。でもちろん意思なんて変化してますから、
変化するものであることに留意して、その都度患者さんの位置の確認を行っていくと。まず患者さんの位置の確認が必要で、文書にまとめておくことが必要、ね、言われています。じゃあ今度患者さんの位置の確認できない場合ってどうなるのか。一つはですね、家族が患者さんの意思を推定する。ここが重要なんです。家族が患者さんの、医療行為を決定するときにですね、家族は自分のことを考えてその患者さんの治療行為を決定したりとかですね、選択したりしてはまあなりません。そうではなくって、患者さんだったら、例えばうちのおばあちゃんだったら、おじいちゃんだったらどう思うだろうな、とどう考えるだろうなってことを家族は推測するわけです。これが患者さんの意思の推定というものですね。で、家族が患者さんの意思の推定をできる場合にはその推定意思を尊重する。でも最近問題になっているのはですね、患者さんの意思も推定できないような場合です。30年間離れて暮らしていた家族が急に呼ばれて、終末期にある、家族を看取らなくてはならない時、そういった場合には家族の意思、家族の患者さんのですね、意思、家族推定できません。その時には患者さんにとっての最善、何が最善であるかということについて家族と十分に話し合って、でもしも家族が万がいない場合には、さらにいない場合には患者さんにとっての最善の治療方針を取ると。しかしここで医療者にとって何が一体最善なのかということは非常に難しい問いになるわけです。ですから皆様方の中にはこれから医療者になる方もいらっしゃると思います。医療者になった時に家族の方の意思も分からない、患者さんの意思も分からない、患者さんの治療法の選択、それは厳しいですよね。だからこそ患者にとっての最善っていうところまでですね、それが医療者が選択する、その前にやはり家族の中で意思が推定できる、あるいは事前に意思を表明することができるといったシステム、それが重要になってくると考えられるわけです。なおですね、その他の特徴といたしましては、治療のですね、差し替えとか中止を問題にしていますけれども、それでも死にゆく患者さんのためにはですね、早期から緩和ケアですね、単に治療、その病気を治すだけではなくて苦痛を取り除く、そういった医療が提供されることが重要であると。またこのガイドラインはですね、いわゆる積極的安楽死はですね、そもそも日本では議論の対象にはしないということが定められています。積極的安楽死って、ご存知ですかね。何かと申しますと、患者さんの体にですね、薬物を投与して、そして患者さんを死に至らしめることですね。あまりに苦痛がひどい場合にということです。ただし、その積極的安楽死に関してはまだですね、世界のいくつかの国では認められている国もありますけれども、日本ではその議論ができるような土壌にもなっていないというのが現状です。で、関係者、医療従事者ですね、合意に達していない場合には、医療機関にあるですね、倫理委員会、医療の専門家だけじゃなくって倫理の専門家も入っている、あと一般の方も入っている倫理委員会の助言を得ることを推奨していると。まあそういったですね、こういった、プロセスガイドラインというものが作られております。じゃあ最後ですね、ちょっと5分か10分ぐらい、今までですね、自己決定、自己決定と、で患者さんの意思ということをですね、少し強調してまいりましたけれども、どのくらいなのかってのをちょっと見てみたいと思いますね。実際のところ自己決定とですね、告知率ってちょっと似てるんですけれども、つまりどういうことかというとですね、ちょっと回りくどい話いたしますけどもね、自己決定、自分で自分自身のことを決定するってことは、私たちには自分のことは自分で決めるというですね、そういった、人間のとして尊重されるべき人間だからなわけですよね。
そうした尊重されるべき人間としての在り方においてですね、そういった人間はやはり嘘つかれることは嫌ですよね。ですからやはり医療においても嘘をつかないことということは重要な論点になってまいります。ですから自己決定ということと、がんの病名告知率、まあ、これ関係してくるわけですね。これびっくりしますね。今から6年ほど前はですね、病名を告知するがんですよという率っていうのはだいたい 15% から 20% だと言われています。でも今2年前の調査ですと 70%、 日本においてはこの自己決定というですね、考え方というのは急速に広まってきたのではないかと考えられることは一つあります。まあ、それと同時にがんという病気が医学の進歩によって比較的治る病気になってきたということもその一方ではあります。随分時代によって変わってきますですね。35年前と今とでは随分違う。次の意思決定、これで見てみましょう。臓器提供意思表示率、はい、皆さん多くの方が、18歳未満ですので、成人にならないとですね、自分の臓器をですね、提供したいという意思表示は認められないというですね、今のところの法制定、法律になっていると思いますけれども、皆さん20歳過ぎたらですね、臓器提供意思表示しますでしょうか。あるいは今でもですね、臓器提供したくないという意思は表示できるわけです。口頭でも書面でもですけどもね。そんな意思表示してますか。してませんか。まあおそらく多くの方はですね、考えたことないかもしれません。ちょうど私が皆さんと同じ頃、ちょうど脳死臓器移植のですね、話が出てきたところでありまして、すごくコンビニとかに行くとですね、臓器提供意思表示カードと置いてありました。当時だいたい 4% の人しかですね、この臓器提供意思表示率なかったんですけども、今はそれがですね、3倍に増えております。とはいえ 12% ですけれども、とはいえ 12% ですけれども、この10年ほどでですね、3倍に増えてきていると、まあ 5,6 年で3倍に増えてきているということです。これに見てもですね、自己決定という考え方が随分と広まってきているのかもしれません。じゃあ最後の辺に行ってまいります。終末期の意思決定、ね、人生の最終段階における医療について家族と話し合ったことがある方の割合、これ一応話し合っているという方が 39% で、全く話し合ったことないという方が 56%、まあ、これを多いと見るか少ないと見るかというところでございます。もちろんご家族ご家庭いろいろな状況がありますので、一概に絶対に話し合った方がいいですよとは申すことはできません。まあ、しかしですね、やはり比較的ですね、家族が元気なうちからどのような仕方で死を迎えるということを我々は望むのかという、いわば人生の最も何て言うでしょうかね、最も人生の大切なとは言いませんけれども、最もシビアな時のことをですね、話し合うということの大切さというのはあると思います。 39% の方は一応話し合ったことがある、 3% の方は詳しく話し合っていると、ね、言います。じゃあ先ほど申し上げた事前指示をですね、文書にしておくこと、事前指示書をあらかじめ作成していくことの賛否、日本のですね、この 70% がですね、賛成してます。事前指示書はあらかじめ作成しておくべきだと考えてるんですね。反対 2% でもこっち見てください。じゃあ実際に作成していますか。作成していないが 92% ですね。ですので、日本人のですね、多くの方は事前指示書は一般論として作成しておくべきだ、あるいは一般論として終末期については話し合っておくべきだと考えているんですけれども、そのべきだという言葉がですね、今一歩
現実の行動に結びついていないというふうになるわけです。じゃあさて、その現実の行動に結びついていないといったことを私たちはどのようにして変えていくべきなのか、いわばどのようなルールを作っていけば、あるいはどのように話し合っていけば良いですね、ルールができていくのかということに関しては、これからですね、この学科に進まれるであろう皆さんとですね、一緒に話し合っていきたい私たちの研究課題の一つなんですね。最後に終末期の意思決定ですね。自分で判断ができなくなった場合に治療方針を決定する方は誰ですか、誰がいいですか。皆さんご自分でどうでしょう、どうお考えになりましたでしょう。 34% の方ですね、家族らのうち自分のことを一番よく分かっている一人の人に委託します。それよりか多い 45% の方がですね、家族らが集まって話し合った結果というふうに答えをしています。これを見るとですね、日本のですね、意思決定に関する考え方がですね、少し特徴的に見えてまいります。日本の人はですね、もちろん自分の意思決定重要、ね、他の人に決めてほしいと思わないなということもね、 10% こういりますけれども、自分の考え方が直接的に伝わるですね、一番よく分かっている人よりかもですね、家族みんなの合意で話し合って決めてほしいと思っている方が意外と多いというのがですね、私の印象でございますね。すなわちこの日本においてはですね、自分の意思というものは、家族の日々日常のコミュニケーションの中に反映されているんだ、だから家族全員が話し合ってそれでうまく合意を作ってくれれば私はそれに従おうと考えている方が多く、そういったいわばですね、家族に委ねるあり方というのが日本の特徴の一つであろうと思います。最後、まとめさせていただきます。二重制御を通しまして、医療におけるインフォームドコンセントという原理がですね、原則が確立されてまいりました。でももちろんですね、インフォームドコンセントが行えない場合の医療が問題になります。インフォームドコンセントを行う場合のうち多くが精神に関わる事態でございます。そのいった観点からですね、家族内での話し合いと事前指示書の普及が必要です。で、事前指示がない場合、家族による患者さんの意思の推定や忖度って言いますけど、これ推定ですね、まとめて推定ですけども、それが必要になってまいります。最終的には患者さんにとっての最善を家族が考える、まあ、そういったことが必要になってまいります。ですから今ですね、やはり日本の終末期医療、自分の死について自己決定、これをですね推進していかなくちゃいけない、家族の中で話し合っていかなくちゃいけない、で自分の意思を決めていかなくちゃいけない。それと同時に私たちは家族の中で自分たちの価値観をですね共有して、そして価値観を共有する家族にですね託して、死を自分の死を、まあ、死ぬといいますか、死んでいく、まあ、そういった日本独特のですね、あり方があるかと思います。欧米はですね、少し自分の死について自己決定、それにすごく執着するといいますか、傾く嫌いがありますけれども、そこで日本独特のと申しますか、家族とですね、いわば暗黙のうちにでもいい、家族と価値観を共有する。それは家族と同じ時間を、なるべく多くの時間をですね、共有していく、でコミュニケーションを図っていく、直接的に終末期のことじゃなくても価値観を共有していく、まあ、そういったコミュニケーションからおそらく成り立つですね、そういった終末期のあり方があるんじゃないかとそういうふうに思うわけです、はい、それではちょうど時間になりましたので、お話を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。はい、それではですね、引き続きで申し訳ないんですけれども、ディスカッションを行いたいと思います。ディスカッションを行っていきたいと思いますので、最初にですね、ビデオを見てみたいと思います。
今からですねビデオをですね10分間ぐらい見ていただいて、で皆さんの資料のところにですね、ある家族の事情と赤字で、示されてですね、ちょっとお願いしますか、赤字でですね、ある家族の事情というふうに、書かれたですね、ディスカッション用の紙がございます。そのところにですね、2枚目のスライドと3枚目のスライドを見ていただけますでしょうか。お題があります。そこに今からこのビデオにはですね10分間ほどのビデオです。それを見てディスカッションしましょう。この10分間ほどのビデオには1人のですね認知症の患者さんとそれを取り巻く4人のですねキーパーソンが出てまいります。まず1問目、皆さんで話し合ってください。1問目はですね、その4人のですねキーパーソンがそれぞれ患者さんにとっての最善ですね、患者さんにとっての最善というものをどのように考えているのか、それぞれちょっとずつ考え方が違うんです。それを考えてください。で2問目、2問目はですね、はい、そうですね、この2問目はですね、皆さんですね、この4人のですね役割を演じていただいてですね、その役割はですね、ぜひ班長さんがですね、この人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 ねという仕方で割り振ってください。それはもう本当に何て言うんでしょうか、ざっくばらんな割り振り方で構いません。でグループ4人以上いる時にはですね、お隣り合う2人がですね同じ文枝さん役をやってもいいわけです。まあそういう仕方で役を振り分けていただいて、グループの中でですね、でその価値観に基づきながらこの物語途中でですね、しりきりとんぼみたいな形で終わっております。このしりきりとんぼみたいな感じで終わっているこの物語に皆さんなりのですね、グループなりの最後結末をつけてください。どんな結末を迎えるのでしょうか、ということを皆さんで考えていただきたいと思います。じゃあ行きましょう。はい、いかがだったでしょうか。4人のキーパーソン分かりましたね。じゃあですね、まず今からですね15分話し合いをしていただきます。でその後まとめのしたいと思いますけれども、じゃあまず班長さん、まあ司会の方ですね、まず司会の方、どうしましょうかね。まず最初にグループの方をそれぞれの4人のですねキーパーソンにまず分けてしまってください。司会の方が自由にバッと決めてください。はい、いいですか。ではじゃあ決まったところからですね始めていただきたいんですけども、まずですね、ちょっと見てください。ここに番号があります。実はですねこのテーブルによってですね、1,2,3,4,5、1班2班3班4班5班、一番後ろが5班で、6班7班8班9班、10班11班12班13班って一番後ろの13班ですってなってます。でですね、まず一般の方、そこのホワイトボードを使って、ディスカッションしてください。4班の方、1,2,3,4,4班の方、今そちらですね、4班の方はそこにあるホワイトボードを使ってください。で一番後ろの5班の方、後ろにホワイトボードありますのでそれを使って議論をしてください。で13班の方、後ろにホワイトボードありますのでそれを使ってください。で10班の方、後ろにホワイトボード、横にですねホワイトボードありますのでそれを使ってください。でそれ以外の方はですね、今パソコンを配りまして中に、ファイルが入ってます。そこに書き込めるようになっております。初期の方はそれを使って各班の話をまとめていただければと思います。さてでは始めてください。15分ほどですので少しタイトですけれども、頑張ってですね、コミュニケーションを取りながらお話し合いをしていきましょう。はい、ごめんなさい、6波の方は前、はい、手術をさせないと自然に任せて、どっちでもいい。はい、じゃあいいですか。じゃあそこまでにいたしましょう。
まあ、途中だっていうのは あるかもしれません。途中で致し方なし、ですので、なかなかね難しいですよね。いかがだったでしょう。皆さんですね、ディスカッションしていただいていかがだったでしょうか。皆さんですね、周りのいらっしゃる方もですね、それぞれ意見が違っていて、いろんな人の意見が聞けたんじゃないでしょうか。そしてなかなかやはりこの終末期意思決定ですね、患者さんの最善って、何が最善なのかを判断するということも非常に難しいとお感じになったのじゃないかと思います。パソコンを持っている方ですね、コントロールと S を一緒に押していただいて、上書き保存ができますね。そうすると、はい、じゃあ、ちょっとですね、5分ほどでまとめたいと思いますけれども、何が最善に思っているのかって、皆さんどうでしたでしょう。井上医師は明らかですよね。こちら6番の方のですね、ちょっと見てみたいと思います。積極的に治療可能である、すなわちですね、こちらもですね、手術をすること、医師として治すことが最善だからいいですね。自然の中で手術、つまり井上医師は、貞子さんでしたっけ、貞子さんはですね、手術をして、そしてがんを治して、そしてもっと長く生きることを貞子さんの最善だと考えているわけですね。さて、広瀬さん反対でしたね、手術に反対、うん、おっしゃる通りです。一般の方もですね、手術しない方がいい、自然に任せる方がいいね。いいですね、手術をして生活を質を下げることは、望ましくないので、手術をしない方がいい。広瀬さんは確かにおっしゃる通りですね、手術をしないことを貞子さんの最善と最善とですね考えています。他の班もですね、ちょっと拝見させていただきたいと思います。今ですね、あそこの、こちらのですね、2班の、ご意見ですけれどもね、もともと認知症大変ですね、手術したくない、穏やかに死なせてあげたい、確かにそうですね、広瀬さんはそういうふうになって思っていらっしゃいます。じゃあ、のりこさんは、息子さんのお姉ちゃんですね、息子さんお姉さんは、積極的に手術してほしいと、ピンピンコロリってね、言ってましたね、100まで生きてピンピンコロリコロリがいいんだからって、すなわち、お母さんにですね、100歳まで生きてもらいたいと考えていると、まあ、そのピンピンっていうところですね、どの程度までリアルにですね考えてらっしゃるのかは分からないですけどもね、今、こちらのですね、3班の方のご意見を見てみますけれども、長生きをしてほしい、手術を望んでないね、おっしゃる通りです、よくできています。じゃあ、文江さん一番難しいですね、皆さんどういうふうに考えたでしょう。手術のことを考え、つらいと思っている、自分たちの都合で決めていいのか迷っている、なんですね。じゃあ最善を、本当にそうなんですね、その時に最善って何て思っていらっしゃるのか、非常に文江さんのですね、意見は難しいですね。そうですね、じゃあ、ちょうど3班の方ですから、こちらですね、7班の方、どういうふうにやって思ってらっしゃるでしょう。ですね、家に帰らせてあげたい、手術をやらせたいけど治療後の介護は心配、自分たちで決めていいものか、非常によくまとめてくださいました、いいですね。文江さんって非常に実はですね、そこの一般の方のですね、そう、二重丸って書いていただいたのはですね、非常にいい判断だと思うんですね。文江さんって一番このおばあちゃんと一緒にですね過ごしていて、でお花を、育てるのが本当に楽しいんだ、でそういった今持っている貞子さんの人生の質をどういうふうにしたら救えるのかってことを文江さん考えてるんですね。それは結構難しいんです、どういうふうにすればいいのか。だからこそ
文江さんはおそらく佐藤さんのことを一番よく分かっていらっしゃるんじゃないかなと思います。そしてその文江さんの負担を心配しているひろしさん、ね、でそして昔あの事前にピンピンコロリって言ったことを覚えているのりこさん、でそして、医学的な、事実からですね、手術が妥当であると考えている井上医師、こうしたいわば価値観の対立ですね、同じ一つの事態、同じ一つの事例をですね見てもそれぞれの意見がですね対立してしまっている、そういったことであるわけです。最後ですね、この結末どういうふうになったのかもですね本当にちょっと書きにくいとは思うんですけども、ちょっと見ていきたいと思います。はい、あちらの班ですね、8班の方はですね、形式的に本人に理解できなくなくても伝えると、家でのケアが必要だと、認知症の方って言ってもですね、さなからですね理解判断能力全くないんだと思ってかかってしまってはやはりいけないといった考え方でしょうか、そういった考え方からですねやはりできるだけ貞子さんに伝えなければならないといったことがこの形式的にもということから私は読み取れるのではないかと思います。そうですね、確かにそういった貞子さんの意思をですねもう一回確認した方がいいんじゃないか、ね、そういった考える方いらっしゃるようですね。確かにおっしゃる通りだと思います。じゃああと時間もあれなので、ですねちょっと5、6、7班のですねここのところちょっとすごい力作になってますが、ちょっとここだけですね見させていただきます。すごいですね、はい、結論まで来てます。手術はせずに在宅治療ですね、緩和をするということにですねなっております。こちらを書いていただいたのは奥の9班の方でしょうか、合ってますか、これ書いていただいたのは、はいですかね。治療所の苦痛を考えると治療すべきではない、文江さん介護疲れ、半分広瀬さんの意見納得している、まあ、おっしゃる通りですね、こういう微妙なところよく読み取ってくださいました、ね。実質的に介護になっている2人の意見が尊重されるべきで、主に最も負担しているのは文江さんであって、そうするとその意見が尊重されて手術はせずに、在宅治療でも本当に文江さんはそれでいいのかなと思っているところもありつつのこの結論ということになりますかね。ですね、はい、手術をしたと仮定する、治療後和子さんの認知症、ごめん、佐藤子さんと僕は言ってましたけど和子さんですね、認知症の症状やがんがどうなるかわからない、けれどもですね、手術をしたと仮定する、そうだどうなるのかと言うとですね、介護が負担になる、やっぱこの介護の負担というところが重いですね。で結果的には手術をするのではないかとありますけれども、まあ、結果的にですね、医師とのりこさんの意見を踏まえた広志さん、文江さんのご意見というのはやはり、いやそうはしないべきだと考えても、そこまでやるとやはり命、長く生きること、これはやっぱり重要な価値ですから、やはり結果的に手術をする選択になるんじゃないかと、まあ、そういったご意見でございます。はい、ですね、こちらの班ですかね、手術をして広志さんと文江さんで介護を頑張るが、今まで以上に介護が厳しくなる、先ほどの、1個前の班とですね非常に似た結論ですけれども、こういった予想をですね結末になる、これは十分二分にあり得ることだと思います。私非常にですねこのディスカッションして素晴らしいと思いました。皆さんですねよく考えていただいて、で多様な意見をですね出していただきました、はい、多様な意見出していただいて本当にですね皆さんそれぞれでいろんな考え方やっぱり違うんだなと思いました。やはりこの場合手術をすべきなのか、手術すべきないのか、どういった仕方で和子さんはこれから人生を送るのか、文江さんはどのようにしてそれを支えていくのか、じゃあこの家族を社会としてどうやって支えていくのか、福祉に関する社会的な枠組みというのをどういうふうにしたら和子さんもっと元気であるいはよく生きられるのかということをですねやはり考えさせるですねスライドテーマだったと思います。はい、でそれでは皆さんどうもお疲れ様でした。ありがとうございます。それでは、次にですね佐藤先生から講義をしていただきます。よろしくお願いいたします。
はい、それでは皆様に続きまして、後半の講義に移りたいと思います。後半の講義はどうする子どもへの病気説明小児がんの場合という内容です。今度は患者さんが子どもですがと変わったように感じられるかもしれないですけれども、実際に病院の中で看護師がどのように病に抱える家族を実際にサポートしているかということをご紹介します。で、病気説明の話に行く前に、小児がんについてまずは説明したいと思います。皆さん小児がんってご存知の方もいらっしゃるかと思いますけれども、ご存知でしょうか。胃がんは胃にできるがんですよね。大腸がんは大腸にできるがんですよね。で、小児は何かというと体のどこか特定の場所にできたがんを指すのではなくて、子どものがん、つまり15歳までにできたがんのことを小児がんというふうに呼んでいます。まず大人のがんについて、普通のがんについておさらいですけれども、私たちの体を構成しているたくさんの細胞があります。でその中には、本来の居場所を見失って、で例えばこの細胞だったら胃酸を分泌するとかそういう役割があるわけなんですけど、そういう役割を見失って、無限に増え続けようとする、分裂と増殖を繰り返そうとするようになる細胞があります。これがん細胞というふうに呼んでいます。体の中にがん細胞ができても大抵は免疫で排除されるんですけれども、中には免疫をすり抜けて増え続けてしまうような細胞が出てきます。でそうすると10年から30年という長い年月をかけて体をどんどん蝕んでいって、最終的なというか放っておくと命を奪ってしまうのががんという病気です。でがんの原因はご存知の通り、例えばタバコが肺がんのリスクを高めるとか、熱いものとか辛いものを取りすぎると直食道がんのリスクが高まるとか、まあ、そういったように生活習慣との関連が明らかになっています。あのタバコとか熱いものっていった刺激を長い時間受けることによって細胞の遺伝子が損傷を受けてがん細胞になってしまうわけですね。なのでがんは生活習慣病というカテゴリーに分類されています。で、小児がんについて考えてみると、小児がんが最も多いのは3歳から5歳ぐらいまでの幼児さんです。そうすると30年とかかけて増えてくるがんが起こるはずがないんですよね。どういうことなんでしょうか。実は小児がんっていうのはがん細胞が増え続けて体を蝕むという意味でがんなんですけれども、大人のがんとは種類が全く違うんです。それについて次のスライドで説明しますが、小児がんにはどのような種類のがんが多いかというと、白血病とか脳腫瘍というものが多くて、大人で多い大腸がんとか胃がんとかそういう種類のがんはあまりというか滅多に起こりません。小児がんの特徴の一つは生活習慣によって起こるのではなくてないということがはっきり明らかになっています。つまり小児がんが起きるのは誰も性能がないというふうに言うこともできると思います。それから小児がんは、10年から30年をかけて増えてくるわけではないので、つまり細胞の分裂が相当に早いということがわかるんじゃないかなと思います。細胞の分裂が早いということはどういうことだか想像がつきますか。もしかしたら白血病とかいう言葉に対して、小児がんということに対して不治の病っていうようなイメージを持っている方がいらっしゃるかもしれません。いてもおかしくありません。ただ実はそれは逆で、今現代の医療では分裂が早いということは治療が抗がん剤放射線治療が効きやすいということを意味するんですね。じっくりゆっくり増えてくる大人のがんよりも子どものがんの方が実は治り、治療が効きやすいので治りやすいという現実があります。その証拠がこの資料にお示ししてあるグラフなんですけれども、これは ALL という白血病の一種にかかった頃の生存割合のグラフです。1960年代に診断を受けたお子さんは残念ながら5年から10年ぐらいまでの間に9割方のお子さんが亡くなっていますけれども、治療成績はどんどん進歩して2000年代に診断を受けたがんの患者さんは9割方多分生きていらっしゃいます。で昔は本当に不治の病の病だったので、世の中にはそういうイメージがありますけれども、実際には小児がんは今は治る病気です。で小児がん、じゃあどうやって治療するのかというと、抗がん剤や放射線治療やさまざまな医療技術を使います。でそのためには入院が必要で、半年から1年くらい子どもたちは入院して治療を受けます。で入院中でも体調が良い時には家に帰って友達と遊んだり、それから、少し学校に行ったりとかすることができます。学校ということでいうと、実は病院の中にも入院している子どものための院内学級という学校があって、つまり入院している間も教科書を使って皆さんと同じように勉強をしています。
まあ、治療や検査を受けながら頑張っている、してる、生活しているわけですね。で退院すれば、あの元の学校に、院内学級から元の学校に戻っていきます。で治療が終わった後も、まあ、例えば後遺症が後々出てこないかといったような長期的なフォローアップを受けていくことになります。ざっとですけれども、あの小児がんの説明をさせてもらいまして、で子どもが例えば脳腫瘍でも血病でもそういうことを診断されると、まず親がお医者さんや看護師から説明を受けることになります。あとはこういうもので、子どもが今は治るようになっていますけれども、まあ、半年から1年ぐらいの入院が必要でというような説明を親御さんは受けるわけですね。まあ、それは大変なしんどい体験なんですけれども、でその後じゃあ治療を進めるわけですけれども、お子さんにはどのように説明しましょうかという話になっていきます。お子さん、子供が3歳とか小さいお子さんの場合は私から話しますという親御さんが多いです。それから中学生ぐらいの大きいお子さんだと、あの医療者からあのお医者さんから話してくださいという親御さんが比較的多いです。で中には、子供に説明しなきゃダメですかとか、子供には話さないでくださいっていうような親御さんも当然いらっしゃいます。なのでまず今日の講義のテーマ、どうやって子供に説明するかを考える前に、子供に説明することの是非について考えてみたいと思います。まず大人のがん患者さんではどうでしょうか。もう前半の講義やグループワークでも扱いましたけれども、日本ではほんの十数年前までは、がんについて本人には伝えないのが当然でした。がんの診断がついても、医師や看護師はご家族にまず話して、でご家族によっては、本人はショックを受けるかもしれないから話さないでください。で、例えば、胃がんなのに胃潰瘍で治療をしたり、そういうことがありました。で、中澤先生、データで示してくださいましたね。15%。本人への病院の告知率が昔 15% だったのが、今では 70% ぐらいまで上がってきていて、本人にまず伝えるべきということになっています。で、インフォームドコンセントという考え方、繰り返しになりますけれども、治療を提供するときには必ず本人の同意を得て十分な本人の同意を得て治療を進めましょうということになります。で、ここでインフォームドというのは十分な情報を得てという意味です。だから何が何だか分からないけど同意書にサインしますではダメで、ちゃんと説明を受けてそれを理解して同意するっていうのが必要になるんですね。で今ではさらに進んでシェアドディシジョンメイキングといったような考え方もあります。これはちょっと説明する時間がないので宿題にさせていただきたいと思います。ぜひこの夏休みのうちに各自で、なんだこれって今思ってると思いますけれども調べてみてください。それからこちら、がんのことについて患者さんに話すときに理解を得やすい話の仕方というものがあります。でそれは病名告知は、まあ、しなくても良いというと言い過ぎかもしれませんけど、病状説明をするんだというようなやり方です。もう少し詳しく言うと、患者さんにあなたは何ですというふうに告知をすると、患者さん頭が真っ白になるんですね。もうショックで、その後そのどういう治療法がありますとか、これから仕事とかこういうことを考えてくださいという大事な説明があるのに頭に入ってこなくなるんですね。それはまずいので、病名ではなくて病状をお話しします。先日受けた検査の結果はこれこれこういう数値でした。この数値は体の中でこういうことが起きているということを意味します。それから今日受けた検査の結果はこれこれこういう結果でした。この間の検査とこの間の検査の結果を裏付けるものです。で体の中でこういうことが起きているので、それに対処するためにはこういうことを考えなきゃいけません。でこういう治療法があるんですけど、これは1週間ぐらい入院が必要なので、まあ少々どうでしょうか。で代わりの手段としてはこういうものがあります、とか何か言うように、病名を知るんじゃなくて、体の中で何が起きていてどういう対処が必要なのかということを、まあ、お話ししていくんですね。でその中で患者さんによっては、先生それって何ですかって聞いてくる方もいらっしゃいます。それはその患者さんが癌という言葉を受け入れる準備が、まあ、できているということが推察されるので、まあ、なのでそこでは例えばですけど、そうです、これはこの画像を示したのが胃がんということになりますとか、そういうふうにお答えするような、そういうふうな進め方ですと、大事な病状やこれから考えていかなきゃいけないことが、まあ、比較的入りやすいということが明らかになっています。で、まあ、どうしてそういうのがなかなか進まないかというと、医師にとってはやっぱり診断、病名をつけることが大事ですし、病名を言えば説明したことになると思っちゃうんですね。でも患者さんは、皆さんも今はそうだと思いますけれども、病名を言われても説明されたことにはならなくて、でなので病状説明に重点を置くのが、まあ、良いというふうになります。これは相手が大人でも子どもでも同じように共通して言えることですので、ぜひ覚えておいてください。
はい、で子供の話に移っていきますけれども、じゃあ小さい子供はインボルドコンセントといっても自分で治療を選択していくことは特に赤ちゃんなどはできません。それでも子供に病状を説明するということは大事なことなんですという話をします。一つはここにスライドの子供の権利条約というのを出していますけれども、子供は自分自身のことについて意見を表明する権利というのが定められています。まあ、皆さんはもう子供ではありませんけれども、皆さんでしたらどこに進学するかとかアルバイトをするかしないかとか、そういうのは親が勝手に決めることではなくて、親や周りが決めることではなくて、自分でこうしたいっていう意見を、まあ、言って尊重してもらえる、そういう権利があらゆる人には存在する。特に子供には子供のこういう権利を侵害しないようにしましょうということです。で、まあ、つまりこれは患者さんが子供であるときにもインフォームドコンセントやシェアデシジョンメイキングを大事にしましょうということにつながるんですけれども、こういった権利が子供にはあります。でちなみに病気の治療ということがテーマになると、何でもかんでも子どもの言う通りにするという意味ではありません。まあ、うん、そうですね。例えば予防接種の注射とか皆さんも受けたことあると思います。でいくら子どもが痛いから嫌だって言っても予防接種は打ちますよね。それが必要なことなので、なので説明してもしなくても同じじゃないかってもしかしたら思う方もいるかもしれないんですけれども、それではなくて小児がんがんのような長期間治療が必要な子どもに説明をするということは、要するにその子がどういうふうに説明をして考えるか、何が怖くて何が嫌なのかっていうことをよく聞いてあげるということは、その後その子が積極的に治療にして積極的に治療に取り組むかという姿勢が実は違ってきます。まあ、例えば、分かりやすいところで言うと薬をきちんと飲むとか外来でのフォローアップにちゃんと通うとか、そういうところにも影響するので、あの QOL という意味でも治療成績という意味でも重要なことなんですね。そう、子供にはそういう権利があるんですけれども、まあ、それでもがんだということを子供に話したくないという親御さんも現実にいらっしゃいます。それは何でだと思いますでしょうか。で、親御さんには確かに話した方が良いということは分かっているんだけれども、それでもっていう複雑な思いがあります。あのガンダなんて話して病気を受け入れられるんだろうかとか、かえって恐怖や不安が増すんじゃないかとか、ショックを受けるんじゃないかとか、まあ、いろんな考えが浮かんでくるわけですね。で、実際に子供や親を対象にした研究では、あの病気について詳しく説明したからといって、その後特に恐怖や不安が強まるということはなさそうだということは明らかになります。これは佐藤が行った研究なんですけれども、小児脳腫瘍患者さん157組に質問し調査を行って、お子さんにはいろんな心理状態について尋ねました。で、親御さんにはどのくらい詳しく説明したかっていうのを尋ねました。で、その関連性を検討しまして、で子どもの年齢とかもともとの心配性の性格とかそういう背景があるので、それを鑑みて差し引いて比較しても、やっぱり詳しく説明したからといって心配になってしまうということはなくて、むしろ治療への取り組みに関しては不安なくできるんじゃないかなというふうな結果でした。まあ、こういう結果を積み重ねることも大事ですし、でも一方でこういう結果をいくらこうなんだこうなんだ子供に説明した方がいいんだというふうに親に言い続けても、それでもいやそれは親御さん分かってるんだけれども、でも心配なんですっていう声が一つ前のスライドで見たものですよね。はい、なのでもう少し詳しく親御さんの心情を見ていきます。自分の子供が何だろうというふうに聞いた時の親御さんの気持ちが、まあ、いろいろあるんですけれども、やはりほとんどの人にとってはショックな出来事で、本当世界が真っ暗になってしまったようなそんな体験のようです。PTSD というのは聞いたことがありますか。こちらに書いてありますけれども、例えば交通事故で生死の境をさまよったりとか、そういった体験をされた方が体の傷は治ってもフラッシュバックに悩まされたり、その交通量の多いところには近づけなくなったりとか、まあ、そういった症状を呈することがあります。だから自分が命を落とすようなそんな体験をしたときに、それが心の傷、トラウマとなって症状が出てくるものなんですね。で、がんにかかった子どもの親御さんの実に 20-30% がこういった PTSD 症状を持っていることが明らかになっています。お子さん本人じゃないですよ、親御さんですよ。親御さんにとって子どもががんになるということは身を切られるようなというか、自分の命が脅かされている、
そんなような体験なんですね。実際に親御さんの多く、まあ、親御さんは自分が変わってやりたいとか、自分だったらよかったみたいなことをおっしゃる方もいます。でそんな大変大きなショックを受けている親御さんですから、自分が子供を守ってやらなければといったような気持ちになるのも自然なことですよね、はい。子供への、つまり何が言いたいかというと、子供への病気の説明をどうするかということを考えるときに、私たち看護師は親のケアのことも考える必要があるんです、考えているんです。で前までのスライドで子供に病気の説明をする必要性をくどくどと述べてきましたけれども、子供のためにしっかりしなさいとか親に言うのは、もしかしたらかえって親を追い詰めているだけになるかもしれなくて、むしろその不安な気持ちは当然だ、自然なことだということに共感して、でその上でじゃあ何が心配なのかを親と一緒に考えていくということが大事になります。そうすると、例えば白血病という言葉が怖いのかもしれない、怖がるかもしれないということであれば、代わりにどういう言葉を使って説明しようかとか、そういうことを考えていくことができます。親のケアと子どものケアを同時に考えることで、話すか話さないかっていう議論から、どうやって話すかという議論に目を向けてもらうことができるんですね、はい。そして、じゃあ実際にその親御さんの意向を踏まえた上で、お子さんにどうやって説明していくか、それは子どもごとに合わせて考えていきます。考える材料を親と医療者はそれぞれたくさん持っています。親は普段の子どもの様子とか、好きなキャラクターは何かとか、あとはいつも見てるアニメや漫画とかいろいろありますけれども、どんな例え話だったら分かりそうかとか、そういうことが一番よく分かっています。それから医療者は子どもがその認知発達の程度に応じてどういう内容だったら一般的に理解できるか、そういう専門知識があります。ですから親と医療者が共同で子どものことをよく考えて、でつまりアセスメントして、どういうふうに説明をするのかということを一緒に考えていきます。ある程度何歳の子どもにはどういう説明をすると分かりやすいみたいな話はあります。で心理学者のピアジェという人が打ち立てた認知発達理論なんですけれども、これは参考参考になるものでして、例えば感覚運動器の子どもは、見たり聞いたり触ったりというか、感覚で目の前にあることを世界としているふうに世界として認識しています。で一方で目の前にないことをイメージとして考えられるようになると、これは操作というふうに呼んでるんですけれども、前操作器になると少しその操作ができるようになりますので、目に見えない細胞といった言葉を使っても、薬で良い細胞を強くして悪い細胞を減らすんだよみたいな説明ができるようになります。この理論についても詳しく説明していくとちょっと時間がなくなってしまうんですので、ぜひこれも宿題にしたいと思います。この理論を学んで、その上で子どもたちが病気をどういうふうに理解するのか、でどういうふうに説明したら理解できるかっていうのをぜひ考えてみていただければと思います。こういった理論と、あとは普段の子どもの様子といった親御さんの知識を踏まえて、子ども一人一人に合った説明というものを考えていきます。もう一つの重要なポイントですけれども、それは看護学の研究で明らかになっている多くの事例から、子どもに説明をするときには、相手がどんなに小さい子どもでも嘘やごまかしのある説明をしてはいけないという点があります。よくやりがちなのは、例えば注射の前とかに泣いて嫌がった子供に対して、痛くないからっていうふうに言ってやるのは嘘ですよね。注射痛いですよね。もし一瞬でも痛かったら、もう子供は騙されたというふうに認識します。でそういうはっきりした嘘でなくても、何か隠しているとか、何か自分には言ってくれないんだっていうふうに子供が思ってしまうと、その子は親や医療者との信頼関係を築くことが難しくなっています。でそうすると、何か疑問や質問が生じたときに、親に聞いたりとか気軽にできなくなりますよね。なので嘘やごまかしというのは関して使わないようにしましょう。それから、小さい子どもにとって分かりやすい言葉で説明しようというのは良い取り組みなんですけれども、でもどうしても正確でない表現というのを使ってしまいがちです。例えば、がん細胞をバイキンみたいな風に表現するときも実際あるんですけれども、そういう言葉を使うと注意が必要で、がんは感染症ではないですよね。うつるものではないんですけれども、まあ、そういったこと、例えばバイキンみたいなことで説明するとうつるみたいな誤解が生じる可能性もあるので、そのあたりは継続的な説明などによって注意が必要になります。
先々まで見据えて子どもがよく病気のことを理解できるようになるためには、まあ、正直で正確な説明で子どもがいつでも疑問に思ったことを大人に聞けるような信頼関係を築くことが必要になります、はい、でここに出したようにいろいろなお子さんへの病気説明に利用できる資料が発売されています。でこういった資料を参考にして子どもに対する説明のオリジナルな資料その子一人一人に合わせた資料を作ることもあります。あの病棟の看護師もそうですし小児科の病棟には保育士さんが配置されている時もあります。そういった方が説明資料を作ったり実際に説明したりといったことをやっています。こんなふうにして子どもに病気のことを説明していくんですけれども大切なことは説明しっぱなしにしないというかむしろ一度話をしただけで説明したことには絶対なりません。患者さんがお子さん、まあ子供じゃなくてもですけど患者さんが理解したかどうかを確かめて初めて説明したことになるんですね。でなので病気の話をした直後はもちろんのこと治療が始まった後にも継続的に子供がどのくらい理解しているのかというのを確認していく必要があります。例えばスライドに示しているように病状とか体調とか治療に変化があったときっていうのは敏感な子どもは今何が起きているのかを知りたい聞きたいというふうに思います。その子どもの知りたいとか聞きたいというサインを、見逃さないように子どもが置いてけぼりにならないように継続的に配慮していくことが必要です。はい、さりげなくこのスライドの下にずっとこの図を示していました。これは何だという話なんですけれども看護過程と言います。これは看護師が患者さんに看護していくときに使う考え方のプロセスです。子どもの様子を多角的に見てアセスメントをしてどのように説明していくのかを計画しています。で実際にその多角的なことに基づいて実施したらその結果を評価します。子どもが説明内容をどのくらい理解しているかというのを評価してそれに基づいて次いつどんなふうな説明が必要かなということを考えています。でこのサイクル、看護過程のサイクルによって看護師は一つの疾患に対してある治療が提供するという確率的なことではなく患者さん一人一人に合わせた看護をしていってるんですね。でそうすることで小児がんにかかった子どもにどういう病気を説明しようかという今日のこういうテーマは決して確率的な一つの答えがあるものではないんですけれども答えのないものに患者さん一人一人に僕も答えを出していってやっています。時間にそろそろなりますね。まとめです。小児がんは大人のがんとは異なるもので生活習慣が原因ではありません。そして治療によって治るものです。子どもに小児がんのことを説明するときには子どもの権利とかインフォームドコンセントの考え方はとても大事です。それからそれに加えて子どものことだけではなくて一緒にその体験に直面している家族のことも考えながらケアの対象として考える家族看護学というんですけれどもその考え方が必要になります。そして3つ目に子どもの病気の説明に関しては、今日の講義の冒頭に述べましたけれども健康総合科学は治療やケアを実際の患者さんに実験や理論だけで終わらせないで現実の社会に届けるための応用科学です。ですのでその中で看護は医学や生物学はもちろん倫理学や心理学といった知識も踏まえた上で現実の子どもたちと家族にケアが届くように役割を果たしています。はい、以上で今日の模擬講義は終わります。宿題を2つ出しました。でシェアードディシジョンメイキングの考え方は近年広まってきていますけれども皆さんが大学を出る頃にはもう知らない業者はいないぐらいの当然の考え方になっていると思いますのでぜひお話しにしてあげてください。それから2つ目のピアリの認知発揮理論も勉強してみると子どもがどういうふうに世界を理解しているんだろうということが分かるでも面白いもの皆さん自身の世界を広げることにもなるものですのでぜひどういう表現をすれば子どもが理解できるかということも含めて考えてみてください。はい、それではご清聴ありがとうございました。